センターまでの間で通行止めとなっています。現在のところ小樽方面には特に交通の支障となる事故や渋滞の情報は入っておりません。 ETC レーンではいつでも安全に停止できる時速20キロ以下で徐行し、バーが開くのを確かめてから進んでください。ネクスコ東日本では不正通行対策を強化しております。ネクスコ東日本ハイウェイラジオ銭箱よりお伝えしました。こちらがネクスコ東日本です。午後4時55分現在の道路状況をお知らせします。旭川方面へ走行中の方へのお知らせです。通行止めの情報です。事故のため午後3時55分より深川インターから旭川高津インターまでの間で通行止めとなっています。現在のところ小樽方面には特に交通の支障となる事故や渋滞の情報は入っておりません。 ETC レーンではいつでも安全に停止できる時速20キロ以下で徐行し、バーが開くのを確かめてから進んでください。ネクスコ東日本では不正通行対策を強化しております。ネクスコ東日本ハイウェイラジオ銭箱よりお伝えしました。